はようございます。体験学習の皆さんは裏口からお願いします。制服をお渡ししますので、着替えたら業務開始です。ゴミ出しをお願いできます。おはようっす。いや、お疲れ様です。制服似合ってんじゃん。そういや、お前もここだったな。いや、体験学習に向けて心の準備を。ちょっと、てか時間守るのって仕事の基本中の基本じゃん。ところが時すでに遅しっつうか、派手に寝過ごしたっつうか。はあ、マジやっちまった。いきなり遅刻ってやばいよな。絶対怒られるよな。ここでバイトしてるやつに聞いたんだけど、店長すっげえ厳しいらしくてさ、俺店入りたくねえ。どうしよう。もしかして一緒に謝ってくれる的な。お前ほんといいやつ。いや、いくらお前がいても寝坊したとか言えねえ。いや待てよ、最初からいたことにすりゃいいんだ。ここで着替えてしれっと中入って、お腹痛くてトイレにこもってましたみたいな。な、頼む、俺の分の制服取ってきてくれ。何でもおごる、宿題も見せる。マジ俺お前に一生ついてくわ。パッと入ってささっと服の下に隠せばバレない。いたいた、ちゃんとやってる。つうか、なんで私が2クラス分も見回りなのよ。こういう時だけ若手扱いしやがって。生徒に愚痴ってもね。まあ2人とも問題なさそうでよかった。ちょっと友近、なんでまだその格好なわけ。待って、まさか。これはその少しだけ寝坊しちゃって。嘘でしょ、時間厳守ってあったけ言ったじゃない。はあ、無断欠席の次は遅刻かよ。どうしてこう私のクラスばっか。え、バックれたやついるんすか。それは人としてどうかと思いますね。で、誰すか。仲間見つけて喜んでんじゃないわよ。それよりお店には連絡したんでしょうね。あ、いや、タイミングが合わなくてですね。まず連絡が常識でしょ。信じらんね、クレーム確定だわ。今すぐ謝りに来なさい。今？それはちょっと、こっちにもいろいろ準備が。何よそれ、せこいこと考えてないでしょうね。あんたさ、自分が悪いことした自覚ある？仕事に穴開けて店長たち心配させて、社会人だったら一発アウトよ。いい？ちゃんと叱られてきなさい。はい。ああ、これ以上遅れちゃまずいし、悪いの俺だし。落ち込むくらいなら最初から遅れんじゃないわよ。謝るときはね、次からこうしますとか宣言しとくと好感度上がるわよ。とにかく誠意とやる気を見せること。言い訳は禁物、わかった。なるほど。さ、そんじゃあ行ってくる。また後でな。後でこっちからも謝罪の連絡入れとかないとね。あ、そういえばあなた
イオリから何か聞いてない？あ、そう。ったく連絡なしは勘弁してよね。まあいいわ、あなたも仕事に戻んなさい。それじゃあ私も行くから、勤労の喜びをしっかり噛みしめなさいよ。いたいた。やあ。へえ、様になってるね。本職の人と見分けがつかないよ。僕の体験先早く終わったんだ。お腹も空いたし、ちょっと寄ってみようと思ってさ。君は変わりないみたいだね。うん、大したことじゃないんだけど、よかったら後で少し話せないかな。おーい、店長が休憩入れって。あれ、望月じゃん。君もここなんだね。お疲れ様。僕のところ早く終わってさ。なんだよ、冷やかしか。店内でナンパとか始めんなよ。こいつほんとモテるからな。俺らの敵だよ、敵。ちょうどよかった。友近くんにも聞いていいかな。なになに、今暇だし何でも聞くぞ。うん、ちょうど俺も休憩入れって言われたしな。ほら休むぞ、テーブル拭きやめ。君たち仲いいんだね。それじゃあ何か買ってこようかな。先に席座ってて。そういや俺、店長からナゲットもらったから持ってくるわ。意外と話せるよな、あの店長。顔は怖いけど。これだけあれば足りるよね。いいね、ジャンキーだね。これぞ男子高校生って感じじゃん。で、聞きたいことって？純平くんのことなんだ。イオリ？体験先一緒だったんじゃねえの？うん、でも純平くんずっと顔を見せなくて、今日やっと来たから少しだけ話をしたんだけど、彼何かあったのかな。一見いつも通り明るく振る舞ってたんだけど、どこか無理してるっていうか、悲しそうで苦しそうな目をしてたから。望月、お前ほんと腹立つやつだな。え、ごめん、どうして？イケメンのくせに友達思いのいいやつとか、俺らの立場がねえじゃんなあ。てか俺も事情は知らねえけど、イオリもへこんだりすんだな。そりゃそうだよな、俺ら思春期真っただ中だし。とりあえずそっとしといてやろうぜ。こいつが同じ寮にいるんだし大丈夫だろ。俺もこいつにいろいろ世話になってさ、立ち直れたりしちゃったわけよ。しばらくすりゃいつものあいつに戻るって。そうだね。まあ今度カラオケでも誘ってやるか。お前が心配してたって言っとくよ。ありがとう、友近くん。うわっ、もうこんな時間じゃん。俺先に戻るわ。つか全然食ってねえけど。望月、あとは任せた。さすがにこの量はレジで包んでもらおうかな。確かに純平くんならすぐ元気になってくれる気もする。君もついてるしね。彼の一番の友達だろ。
僕から聞いたのにこっちが照れくさくなるね。でも羨ましいよ、僕にはそういう相手いなかったから。いなかった今は。ああごめん、なんでもない。純平くんがあの様子でもしかして君もって思ったけど、元気そうでよかった。僕嫌みたいだ、君が友達が悲しい顔をするのが。長くなっちゃってごめん、またね。仕事頑張って。あのさ、